2024年10月10日、現地時間、北中米ワールドカップのアジア最終予選で日本代表がサウジアラビア代表、アウェー、22対0と完封勝利。これで開幕3連勝、総得点14、無失点という文句なしの成績でグループ C の首位をキープした。画像、日本代表のサウジアラビア戦出場16選手監督の祭典、寸評を一挙紹介。 2選手に7点の高評価。モムは攻守に躍動した MF。敵地のサウジアラビア戦で圧巻だったのは、27分のトリプルブロックだ。カウンターから攻め込まれた局面で相手の近距離砲をまず町田幸樹が防ぐと、続くムサブのシュートを町田、三笘薫、森田秀政、遠藤渡が4人がかりで阻止。さらに、その直後に打たれたシュートにも町田、森田、遠藤、 板倉孝の4人で対応するなど、完璧なディフェンスを見せた。中でも、3本のシュートブロック全てに絡んだ町田の反応は素晴らしく、サウジアラビア戦での完封勝利の立て役者の1人と断言できる。ここで先制されていたらまるで違う展開のゲームになっていただけに、試合の行方を左右したシーンとも言えただろう。この日の日本はほぼ完璧な守備でサウジアラビアを抑え込んだ。 その剣士を象徴していたのが日本の執念にも映った白い鉄壁、トリプルシュートブロックである。